E531 系電車は、東日本旅客鉄道の高直流一般系電車。常磐線と水戸線で運用されていた403.415系構成車の老朽化に伴う置き換え、及び競合する首都圏新都市鉄道への対策としての運転速度向上を目的に E501 系や E231 系の使用実績をもとに、 人に優しい車両システムをコンセプトとして開発した。2005年に開通したつくばエクスプレスは、高規格路線で全線を通し、時速 130km 運転が可能。また、時速 160km 対応の区間も存在し、高速運転が可能な路線であるため、それに並行する JR 常磐線の利用客が流れ出る懸念があった。 しかし当時上番線の中距離電車に使用していた E501、系は高速運転に対応できず、JR も、つくばエクスプレスと競合できる高速運転に対応した車両を開発する必要があった。そこで生まれたのがこの車両である。2005年3月に最初の編成が落成し、同月16日から公式試運転を開始し、 同年7月9日のダイヤ改正から12編成90両が営業運転を開始した。その後も増備が続けられ、2007年3月18日のダイヤ改正より上野駅発着の403系、415系、E501 系の中距離電車運用をすべて置き換え、普通列車と特別快速の全列車が本系列による運行となり、同時に グリーン車の営業も開始した。以降、上磐線上野駅発着の中距離電車の主力として使用されている。また、高直流電車なので、鳥出駅北の交流区間も走行が可能。製造は、基本、付属編成ともに、最初の6編成のみ、東急車両製造と川崎重工業、車両カンパニーが担当したが、2006年度以降は、基本、 付属編成ともに普通車のみ、JR 東日本ニ一車両製作所で製造が行われ、グリーン車は、東急車両製造と川崎重工業、車両カンパニーで製造された。2014年9月に、基本編成10両1編成、12月に付属編成5両、1編成が、2015年1月に付属編成5両、2編成が、 総合車両製作所横浜事業所で製造された。さらに既存の415系1500番台を置き換えようとして2016年までに3000番台を含む付属編成5両8編成が2017年には10月にダイヤ改正で品川駅の増発が行われるのに合わせ7月に付属編成5両2編成と8月に基本編成10両3編成とが製造された。 本系列で採用された新機軸の多くは、後の E233 系にも改良を加えられながら受け継がれている。車体は大枠の一部を除いて E231 系などと同様のステンレス製である。外反はお損防止とコストダウンの観点から、腰板、膜板及びつま板に 80BG 材を採用したが、吹き寄せ部は従来同様だる仕上げとしている。 車体長は19,570、19,500ミ、mm、リメートル、車体幅は2,950ミ、mm、リメートル、屋根高は3,620ミ、mm、リメートルとなっており、後述する衝撃吸収構造のために、戦闘車車体長が若干長くなっている。編成同士の連結で、戦闘車が中間に配置されることもあるため、連結面長は、 先頭車及び中間車どもに2万ミリメートルに統一されている。車体断面は、拡幅車体を採用し、腰部から下を絞った裾絞り構造である。床面高さは E231 系の1、165ミ、mm、リメートルから1、130ミリメートルに下げられ、ホームと上行口の段差を小さくし、かつて重心化を図る。 車体腰部及び膜板部には上番線中距離電車のラインカラーである青の帯を膜。先頭形状は E231 系金庫タイプと同様に踏切事故対策及び視認性向上の観点から高運転台構造を採用している。E231 系金庫タイプ同様に衝撃吸収構造を採用しており、 大型トラックとの衝突事故時にも乗務員と乗客の安全性を確保している。このために乗務員室奥行きを広めに確保している。配色は一新され、前面部の上半分が白色となり、帯のデザインも異なっている。前照灯、微灯についても上部の行き先表示器を挟んだ左右への設置となった。前面の LED 式行き先表示器は、 E231 系よりも横幅を拡大した一体型であり、列車番号、列車種別、路線名が3つの表示器内に表示される。側面行き先表示は、路線名、行き先の日本語、英語ともオレンジであるほか、路線名表示中も種別表示はそのままである。また、路線名と行き先の交互表示の間隔が E231 系よりも長くなっている。 トイレ設置車両ではトイレ近接の乗降ドア位置が前くらい側に 600mm 寄せられた。これは電動車椅子対応の大型トイレ設置によるもので、当該車両では乗降ドアの配置が左右対称ではない。申請時より車外側面には乗客への案内用に車外スピーカーを設置する。普通車車内車内はユニバーサルデザインの充実のため一新されている。 基本的な内装カラーは白色系とし、床面は茶色系としている。内装はメーカーによって造作に相違がある。ドア付近片側4箇所に設けられた両開き式の乗降ドアは飛ばさみ安全装置付き、リニアモーター式、ドアエンジンを装備する。これは富士電機と JR 東日本の共同で開発されたもので、常磐快速線、成田線用の E231 系と、 同一方式である。ドアスイッチを併設する半自動機能付きで、車内から見て、右側に開閉ボタンが E231 系よりも多少低い位置に設置されている。半自動機能は、冷房及び暖房使用時に交流区間での、始発駅や途中駅の特急退避長時間の列車交換待ちの停車時にセットされる。また、最初に落成した基本。 付属編成各6本のドアにはドアスイッチの使用方法が表記されたステッカーを貼り付けしている。ドアは E231 系と同じ単板ガラス型のものを使用しており、服装ガラスが使われている E233 系登場後に落成した編成も従来通りのものが使われている。ドア付近のバリアフリー視覚障害者への配慮のためドア先端部の車内側には 黄色のテープが高さいっぱいに、また床には黄色の滑り止めも兼ねた展示ブロックを配置している。これは JR 東日本では初めての採用である。ドア上部には LED 式2段の旅客案内表示器とドアチャイム、ドア開閉時に赤く点滅する扉開閉予告灯を設置している。旅客案内表示器は2段目の右端に号車番号を表示する。このため、 車端部には号車番号表記はなく、付属編成では、車体外部に号車番号は表記されていない。また、走行中は、各種情報を、運行情報、行き先、携帯電話、優先席、テロ対策の順に表示する。座席投入当初は、基本編成の1 2 9 1 0号車と、付属編成の13から15号車の7両が、セミクロスシート、 それ以外の8両がロングシートであったが2007年1月からの基本編成の4.5号車へのグリーン車組み込みに伴い9号車にロングシート車が組み込まれた編成がある。座席表地の色は茶色がかった色である。一人当たりの座席幅は E231 系より 10mm 広い 460mm で、 座席クッションは2004年度以降に落成した E231 系と同様の S バネ入りとして座り心地の改善を図っている。ツりカー本系列向けに新規に開発されたものであり、後に多形式、他社車両にも展開された。黒色成型の三角形のものを採用し、ロングシート部とクロスシート部で持ち手の形状が異なる。枕木方向の個数が E231 系の2個に対して3個に増設されている。車両両端部では釣り位置を下げている。優先席の釣り革は、後年順次、黄色のものに変更された。トイレトイレ内15両編成中3カ所に、真空吸引式洋式トイレを設置する。電動車椅子での利用に対応させるためで入り口の開口幅が E231 系の741。 ミリメートルから900ミリメートルに拡幅され、トイレ側の第3ドアと第4ドアの間は座席配置が変則的である。グリーン車では5号車サロイ531系の上の寄り車端部に洋式トイレ、洗面所を設置する。案内放送自動放送装置、車外スピーカーによる案内放送が行われる。全車では日本語と英語による行き先や次の停車駅。 ドア開閉方向のほか、ドアの半自動設定時や、非常ブレーキ時の放送も備えている。校舎では、ドアの半自動設定時や、乗降促進メッセージ、車掌からの放送を及び東洋メディアリンクス製の発車メロディの再生が可能である。これにより、発車メロディ操作スイッチのない駅でもメロディを再生することが可能になった。その他側窓は、 各車両とも開閉可能な加工窓と固定窓を用いており、窓ガラスには、濃色グリーンの UV やヤアルカット、熱線吸収ガラスを使用することで、カーテンの設置は省略している。荷棚は、従来のステンレスパイプ製のものから、アルミニウム合金製の板状のものを採用した。補助送風機である、オーリューファンの製風板は、火災対策から、他社局の車両にも見られる。 車内全長に連続した銀色のアルミ合金製を採用した。各車両間の貫通扉は E231 系で採用実績がある傾斜式固閉装置である。車椅子スペースは各戦闘車の連結面寄りに設置した。乗務員室関係 E531 系の運転台速度系等の軽駅類はグラスコックピットにまとめられている。 乗務員室は前述した、高運転台構造で、運転仕様の座席を設置する床面は、客室床面よりも 520mm 高くしている。運転台の機器配置は E231 系均衡型に準じた構成で、速度計・圧力系等の計器類や、各種表示等を配置、これらを、グラスコックピットと称する液晶モニターに表示する、方式である。 乗務員室内には通常用及び非常用のパンタグラフ効果スイッチが設置されている。列車制御システムとしては搭載されている TIMS 及びビスを介して各社に指令を送るシステムとしている。本系列における TIMS は E231 系のシステムに加えて以下の機能を付加している。e 三十一系均衡タイプの基本設計を元に高速運用に対応するため、 特急用車両の E653 系に準じた制御、駆動系を用いる。営業最高速度は JR 東日本の普通列車用車両で初の時速 130km に上げられ、速度種別は A21 を指定する。電源、制御機器、編集主変換装置は日立製作所製の CI13 である。イベット阻止による2レベルコンバータプラスに。 レベルインバータで構成された主変換装置を搭載しており、主変換装置1機で4機の主電動機を制御する 1C4M 方式である。直流区間では、主変換装置のインバータ部のみ駆動させ、参照交流を出力する。補機類の電源となる補助電源装置は、イベット素子を使用した、東洋電気製造製の静止系インバータ SC81 を搭載する。 終電装置からの直流 1500V もしくは、周辺圧器三島機線からの単相交流 1471V を電源として、参照交流 440V60Hz を出力しており、基本編成に2台、付属編成に1台搭載されている。1台の SIV には、イベット素子を使用した2レベル、PWM インバータ回路で構成されたインバータが2台、搭載されており、 一台あたりの出力を149馬として、三小出力変圧器の二次側で二台を並列接続して、並列運転を行っている。このシステムは SIV の負荷が分散できるとともに、一台が故障で停止しても、もう一台が運転を継続することで、列車内の編成引き通しされた三小幹線が、停電とならず給電を継続できる、冗長性に優れたものである。 直流区間と交流区間を隔てるデッドセクションでの主回路切り替えは E501 系と同一の仕様で ATSP 地上紙を用いた自動切り替えである。専用地上紙を設置しない路線での走行を考慮し、切り替えボタンによる手動切り替えを併設する仕様も同一である。車内照明は直流電源方式でデッドセクション通過時には蓄電池からの供給に、 切り替わるため、基本的に消灯しない。主電動機は三菱電機、日立製作所、東洋電気製造の3社で、製作のカゴ形参照誘導電動機 MT75 型で、1時間定格出力は 140kW で、ある。240万 km 走行非分解を目指した、軸受け構造及び電飾を防止するために、絶縁軸受けを採用している。 さらに低騒音化の配慮を行った結果、単体で約2デシベルの騒音低減を図っている。パンタグラフは3.8号車もハイ531系の前よりにシングルアーム式の PS37A 型を搭載する。これは E501 系と同位置で E231 系とは逆位置である。高直流電車のためパンタグラフの取り付け位置が高いことから、 マークが貼り付けされておらず、小さい断面のトンネルが連続する、中央本線への乗り入れはできない。電動空気圧縮機は E231 系などと同様のスクリュー式で、新開発の MHz3124G1600SN3 型を搭載する。ブレーキ装置は回線ブレーキ併用の電気指令式、空気ブレーキで全電気ブレーキ機能を有する。このか。 時速 60km 以上での低速制御、時速 10km 以下の低低速制御、そもそも速ブレーキも装備する。台車、編集台車は E653 系などの特急車両用台車を基本とした軸量式、ボルスタレス台車である。形式は、電動台車が DT71、付随台車の内先頭車両前よりが TR255、5位よりが tr255a、中間車両が t r 2 5 5バイト、二階建て車両が tr255c としている。台車枠は溶接構造の側張りと交換による横張りで構成されており、床面高さを1 1 3 0ト、mm、ルに低下させるために、側枠の形状を変更し、枕羽ネ取り付け位置を引き下げた。軸梁式軸箱支持装置の構造は、 軸バネを除いて、拡大車共通である。車体支持装置は、拡大車共通とし、新設計空気バネを取り付けた。また、高速運転に対応するため、全車に溶断波が設置される。基礎ブレーキ装置は、電動台車には踏み面型押し、ユニットブレーキを採用することで軽量化及び保守の容易化を図っている。付随台車には、 踏み面ブレーキと一車軸あたり二枚のディスクブレーキを備える。また、付随台車の内 TR255 は踏み面ブレーキに駐車ブレーキ機構を備える。保安装置は製造当初より ATS-SN 型及び ATS-P 型を搭載している。その後、K407K457 編成よりデジタル列車無線機器と ATS-PS が新生時より設置され、 ATSPS 非搭載で落成した初期車両にも順次 ATSPS が搭載された。従来の ATSSN による本線運転も可能である。区配 E531 系普通席を備える奇数向き制御車。蓄電池を搭載し、運転台を備える。区配 E530 系普通席を備える偶数向き制御車。空気圧縮機、蓄電池を搭載し、 運転台を備える。モハイ531系普通席を備える、中間電動車。モハイ530型とユニットを組む。主変圧器、主変換装置、補助空気圧縮器、終電装置などを搭載する。モハイ530系普通席を備える、中間電動車。モハイ531型とユニットを組む。主変換装置、補助電源装置などを搭載する。 サロ E531 系グリーン席を備える2階建て中間、付随車。洋式便所、洗面所を備える。サロ E530 系グリーン席を備える2階建て中間、付随車。乗務員室、業務用室を備える。サハイ E531 系普通席を備える中間付随車。サハイ E530 系普通席を備える中間付随車。 空気圧縮機を搭載する。外設編集東海道本線を走行する e 5 3 1系レ番バンダイ全車は、勝田車両センターに配置され、2020年4月1日時点での内訳は、基本重量編成26本、付属5両編成33本、合計425両である。基本編成重量付属編成5両の15両編成を、 基本都市、編成番号は、基本編成が K401K426、付属編成が K451K483、である。基本編成10両、付属編成5両の15両編成、付属編成5両、付属編成5両、付属編成5両の15両編成、付属編成5両、付属編成5両の10両編成、基本編成のみの10両編成、 付属編成のみの5両編成の5パターンでの運行が可能である。2016年3月26日のダイヤ改正までは付属編成を複数連結した列車の定期運用は存在せず付属編成5両付属編成5両の重量編成での運転が e 5 0 1系基本編成の代替運用時にあるのみだった。編成中の電動車と付随車の構成は 基本編成が 4M6T、付属編成が 2M3T である。先頭車両は貫通路を持たないため、編成貫通り抜けはできない。付属編成は、複数の運用方法を有するため、車体側面の号車番号ステッカーは、貼り付けしない。2007年3月18日のダイヤ改正より、常磐線上の交通距離列車の運用は、すべて本系列に置き換えられた。 この時点での運用区間は原則として、常磐線上野駅高萩駅間であった。常磐線は、上野駅土浦駅間が10両15両編成、土浦駅水戸駅、勝田駅、高萩駅間は、大半が10両編成での運転であるが、土浦駅、勝田駅間を5両編成で運転する列車が2、往復ある。このうち下りの1本は、基本編成を、 土浦駅で切り離す列車であるが、逆に上りで、水戸方面から付属編成のみで運転し、土浦駅で基本編成を増結するという列車はない。また、基本編成での土浦駅以北のみの運転は、上りのみに設定されている。2017年10月14日から2020年3月13日までは、下りにも設定されていた。水戸線では、 過去の暫定運用時代も含め全区間で5両編成を使用している。2010年度には付属編成がニーズ車両製作所で再び申請され、計4 6 7編成が同年6月17日に計4 6 8編成が同年7月23日に竣工した。E531 系の申請は2006年11月以来の約3年半ぶりとなる。 これは E501 系が経年約15年を迎え、危機器更新時期に達したためで、危機器更新期間は基本編成で2ヶ月、付属編成で1ヶ月程度の期間を要する。本系列と E501 系は共通予備車であるため入場期間中に車両運用不足となることから、E501 系危機器更新時の予備車確保用として製造された。 2014年9月に上野東京ライン開業による車両不足を補うため基本編成の計4 2 3編成が12月に計4 6 9編成から2015年3月に計4 7 5編成までの415系置き換えよう付属編成7編成が総合車両製作所横浜事業所を出場した基本編成申請は K422 編成以来8年ぶり E531 系全体では付属編成の K468 編成以来4年ぶりである。なお、K423 編成の旧号車はセミクロスシート車として製造された。2015年2月よりミト線の415系運用地下へが始まり、ミト線での定期運用が開始された。また、 常磐線の415系1500番も同様に置き換えが進められており、2月下旬頃からは高萩駅立田駅間での運用も開始され、3月26日のダイヤ改正で置き換えが完了した。また、415系よりも本数が少ないため、水戸立田間の運用本数も同時に減少し、さらに2016年12月のダイヤ改正で、 運用本数が一応往復減少した。2015年3月14日からは、上野東京ラインの開業に伴い、上磐線の一部列車が、東海道線品川駅まで直通運転を開始した。これにより、運用範囲は、東海道線、上野東京ライン、品川駅上磐線達田駅間及び、ミッド線へと拡大された。2017年7月に、 常磐線系統の上の東京ライン増発による車両不足を補うために付属編成の計4 7 6編成と計4 7 7編成が翌8月には基本編成の計4 2 4編成と計4 2 5編成と計4 2 6編成の普通車が総合車両製作所に一事業所を出場した E531 系の基本編成申請は K423 編成以来3年ぶり E531K0 番台全体では付属編成の K475 編成以来2年ぶりである。なお、今回製造分の基本編成の9号車は K423 編成と同様セミクロスシート車として製造された。これらの編成から車内照明が LED になった。同年月日には 東日本大震災により、普通だった立田駅と三岡駅間の運転再開に伴い、付属編成が同区間での営業運転を開始した。また、2017年10月14日から2019年3月15日まで、夜間の大津港駅が基本編成で運転されていた。高萩駅大津港駅間では、クリーン車の営業は行わなかった。2019年に、 約2年ぶりに付属編成の計4 7 8編成と計4 7 9編成が7月23日に総合製作所横浜事業所を出場した。これらの編成は E235 系と同様の防犯カメラが設置された。2020年3月14日には東日本大震災により最後まで普通だった富岡駅並営駅間の運転再開に伴い、 付属編成が原野町駅まで運用範囲を拡大した。また、富岡駅並駅間の運転再開による車両不足を補うために、同年2月に付属編成の計4 8 0編成と計481編成が、翌3月にも付属編成の計4 8 2編成と計483編成が、総合車両製作所横浜事業所を出場した。 2020年度より、氷山総合車両センターにおいて、装置、指定保全平成の機器更新工事、及びワンマン運転対応改造工事を実施する、ことが計画されている。運用の変遷、編集グリーン車組み込み前の E531 系、ミトセ暫定運用時の E531 系、投入開始からの推移、編集2003年12月9日の、プレスリリースにおいて、 常磐線、水戸線に導入すると発表された。この時点では、2005年7月までに90両を投入した後は、2006年度の秋までに140両を新造して403系及び415系、構成車を置き換え、さらに60両を新造して、最終的には290両の陣用となる予定であった。しかし、常磐線中距離列車へのグリーン車、 導入決定により計画が変更され、付属編成5両を2本追加製造し、基本重量編成22本220両と、付属5両編成16本80両の計300両の陣容とされた。同時に、クリーン車を連結しない E501 系も置き換え対象となった。クリーン車組み込み前の基本編成2005年7月9日の運行開始時点では、90両が、 上野駅大津港駅間の普通列車及び新設された特別快速の運用に投入された。1日の運行本数は18往復で、このうち特別快速は下り6本上り5本であった。2006年3月18日ダイヤ改正より、上り特別快速が1本増発され、普通列車12往復、特別快速6往復の運用となった。 2006年8月26日から2007年3月17日までは付属編成が水戸線力往復の運用に投入され、また同年2月から3月17日までは 415K で運用されていた上の岩機関の直通列車運用にも投入されていた。グリーン車の組み込み編集2007年3月18日のダイヤ改正から 上野駅を発着する長半線中距離電車の全列車でグリーン車の営業が開始された。JR 発足後、首都圏での普通列車のグリーン車連結は、東海道本線、横須賀、総武快速線に限定されていたが、2004年10月16日に、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線に連結列車を拡大したところ、利用客が順調に増加したことを受けて、 常磐線への導入決定に至った。グリーン車は E217 系や E231 系と同一のダブルデッカー構造で、連結位置も E231 系と同じ基本、編成の4.5号車である。グリーン車の導入は製造当初の計画にはなかった。ため、本系列の申請計画は変更となり、下記の容量によって、組み込みが行われた。 2006年11月をもって製造メーカーからの公衆車両輸送及び認一車両製作所からの配給輸送を完了したが、組み替えに備えて落成した車両の一部は運用には投入されずに、アビコ駅やオグ車両センター、高萩駅構内などに留置されていた。基本編成に角2両連結する44両のグリーン車は、同年11月16日から、 東急車両製造及び川崎重工業から順次、勝田車両センターに、公衆車両輸送された。同年11月17日に、勝田車両センターにて K411K422 編成に、グリーン車を連結し、K411 編成が、同年11月23日に、K422 編成が、同年12月13日に、試運転を実施した。 その後、郡山総合車両センターで順次基本、編成へのグリーン車組み込みが実施された。2007年1月6日より、グリーン車を組み込んだ基本編成の運用が開始されるが、同年3月17日までは、グリーン車車両は普通車扱いとされた。暫定使用中は、グリーン車車両の客用ドアの横と、室内広告枠に普通車扱いを示すステッカーが貼り付けされた。 計4 1 0編成では、蘇生予定のサロイー531から14サロイー530から14に不具合が発生して蘇生が遅延したが、2007年4月に営業運転に復帰した。編成表、編集外説、編集3000番台、計5 5 4編成2015年10月に、415、計1 5 0 0番台の置き換え用として6次社に、 相当する五両編成の付属編成が落成した。すべての車両が巡回艦大設使用者となっていることから、新たな区分として3000が足されて3000番台となっている。編成番号は、K551、K557 編成とし、2015年度に4本、2016年度に3本の、K7 本が製造され、2015年12月6日から、 例番内の付属編成と共通で営業運転を開始した。また、東北本線黒磯駅構内の交流直流地上切り替え設備が2018年1月3日までに同駅北側での車上切り替えへ移行したことにより、交流専用車両の同駅への入線が不可能となったため、先行して2017年10月14日に実施したダイヤ改正より、 東北本線黒磯駅から新白川駅間での営業運転を開始している。従来車との変更点は以下の通りとなっている。2020年3月14日に実施したダイヤ改正からは東北本線黒磯駅から新白川駅間にてワンマン運転を開始した。これに伴い車体側面への安全確認カメラとホーム検知装置の取り付け改造が 郡山総合車両センターにて行われた。編成表、編集臨時列車の運用事例も存在する。2005から2006年度の、笠間までお散歩後、2005年以降、8月の国営日立海浜公園、ロックインジャパンフェスティバル来場者の帰宅輸送用として、上り臨時快速列車1本を本系列で運転している。2008年2009年は、往路輸送用として、 下り臨時快速列車にも充当されている。また2008年7月6日には、勝田駅大宮駅間で統計列を使用した団体臨時列車、ひまわり号が運転された。運転前には、宇都宮線で主運転も実施された。2013年7月22日には、いわき市のいわきグリーンスタジアムで開催された、プロ野球オールスターゲームに合わせた臨時普通列車。 復興岩木ベースボール号に充当された。この列車では、クリーン車の営業を伴う、基本編成での運転を、高萩駅岩木駅間では、初めて行った。2013年10月27日11月3日には、臨時快速列車、ナスの満喫号として、付属編成5両で、南越谷駅黒磯駅、新白川駅間で運転された。 営業運転での武蔵野線や宇都宮線、東北本線への入線は初となった。2014年2月1日2日には臨時快速列車、お散歩川越号として付属編成5両で土浦川越間で運転された。営業運転での川越線への入線は初となった。2014年から春季大型連休期間中や秋の連休中、 および2015年の春季大型連休には、笠間市で開催される焼き物市などのために、笠間日祭り号、笠間ロマン号が、ともべ駅笠間駅間で運転された。付属編成5両が使用され、笠間日祭り号では両戦当社に、笠間市のマスコット、稲吉がデザインされた専用ヘッドマークが装着されていた。ありがとうございます。